アランス・チュアート、アル・フランケンは、アメリカ合衆国の放送作家、俳優、コメディアン、政治家である。ミネソタ州選出のアメリカ合衆国上院議員、連邦上院電気通信省委員会常任理事、連邦上院雇用労働安全省委員会、常任理事などを歴任した。ニューヨークで、ロシア移民のユダヤ人の家庭に生まれた。ハーバード大学出身。 1970年代からサタゲーナイトライブのライター兼出演者として、なおハセ、大逆転やアルフランケンはミスターヘルプマンなどのコメディ映画にも出演した。リベラルな政治思想の持ち主で、保守的な政治家を皮肉る発言が多く、訴訟沙汰に発展したこともある。2008年11月、大統領選挙と同日に実施された連邦上院議員選挙に、 ミネソタ民主農民労働党から立候補する。対立候補である共和党現職のノーム・コールマンを49票、上回る票を獲得したが、コールマンは不在者投票の取り扱いをめぐって法廷闘争に持ち込んだ。裁判所は2009年6月にフランケンの勝利を確定したため、同年7月7日に連邦上院議員に就任する。 2014年の連邦上院選挙でも再選され、大統領選挙への出馬対望論も上がるようになった。2017年11月、政界進出前の2006年に寸劇のリハーサルと称して、ラジオ番組司会者の女性にキスをしたり、胸を触っている写真を撮ったりしたことが、女性の告発で表面化する。さらに、尻を触られたなどとセクハラ被害を訴える女性が、 続出し、同僚議員の間でも辞職を求める声が広がったため、12月7日、連邦上院議員を辞職すると表明した。ありがとうございます。